どの戦場に向かうんだ。今日も太陽が輝いていますわね。せめて皆様の盾くらいにはなりますわ。あの太陽が。やってやるぞ。ここが腕の…よし、いっちょやってやんぞ。腕の筋肉に任せてください。やってみせます。私を暗い気持ちにさせるのですわ。はい、期待してください。やっと…さて、さっさと落とそうか。この程度。任せてください。やってみせます。やってやるぞ。ここが腕…よし、いっちょやってやんぞ。そんじゃ、ここを攻めるとすっか。粗末な策で失礼しますわ。よし。
私らにかかればざっとこの通りってね。腕の筋肉が喜んでるぞ。見てくれ、腕の筋肉の輝きを。誰にでもできることですわ。待ちたまえ。みっちり鍛えて差し上げます。野望の実現に一歩近づいたかね。経験が己を強くするんだ。うん、良い経験を得られたな。戦場での活躍を期待していますよ。施設のことなら何でもお申し付けください。またご用がありましたらお越しください。物資は軍の命、大切に使いましょうね。何にでも必ず使い道はあるはずです。施設のことなら何でもお申し付けください。またご用がありましたらお越しください。ああ、もうこんな時間。戦術の研究をしていると時間が経つのがあっという間ね。早く戻らないと。日が落ちるのが早くなったみたい。もうこんなに暗くなっちゃった。何今の声。男の人の声。きっとラファエルね。確か夜も鍛錬するって言ってたし。まったく人騒がせなんだから気にしないで早く帰ろう。暗いよ。あれ、リシティアさんじゃねえか。こんな時間まで出歩いてたのか。戦術の研究をしていたらつい遅くなってしまって。
戦術か。俺のダメなやつだな。あんたには難しいかもしれませんが、一度理解すれば楽しくなりますよ。作戦の方針や部隊の編成をどうするか、それから戦場の地形もすごく大事です。たくさんの要素が絡み合っているので、考えていると時が経つのも忘れてしまって。リシテアさんは賢いよな。俺は体を動かすのは好きだけど、頭はダメだ。まあそれを言うなら、私だって力仕事が苦手です。それぞれ得意不得意がありますから、お互いに支え合えばいいんじゃないですか。そうだな。なら俺は鍛錬をもっと頑張るぞ。もっとってあんた、さっきまで鍛錬していたでしょう。熱心なのは構いませんけど、こんな時間までおかしな声を出されると迷惑なんですが。お、おで、今日は鍛錬してねえぞ。え、昨日筋肉をいじめすぎちまってよ。やりすぎた次の日は休ませてやるんだ。いじめたら甘やかす、甘やかしたらまたいじめる。今日はたっぷり甘やかしたから、明日は覚悟しておけよ、腕の筋肉。じゃ、明日のためにもう寝るぞ。リシテアさんも早く寝ろよな。ラファエルじゃなかったの？それじゃあ、あの声は。